いただきます。あー、うまっ。とても上品な香りの漂う豚のほうじ茶漬けができました。では調理をやっていきたいと思います。まずはフライパンの中に水を入れていきましょう。フライパンをコンロにかけて加熱していきます。沸騰するまで加熱しましょうか。その間に入れてほしいものがあります。一つ目は生姜です。生姜はだいたい 20g でいいんですけれども、カットするのがめんどくさい人は練り生姜でもいいですよ。簡単に料理が作れた方が僕も嬉しいので、今回は練り生姜を 20g 入れていきます。他にはですね、蜂蜜を大さじ1杯入れていってください。最後は塩を小さじ2杯入れましょう。今作っているのは原液なんですけれども、これを豚肉に漬け込みます。ただね、原液に今塩を入れたんですが、塩を入れると浸透圧という現象が起きます。これは豚肉の塩分濃度と原液の塩分濃度が違うことによって、それぞれの濃度を均一にしようとして、原液の成分と豚肉の成分が入れ替わるような現象を指します。浸透圧っていうのはいい面もあれば悪い面もあるんですよ。まずいい面っていうのは原液の味がちゃんとお肉に染み込むこと、悪い面っていうのはお肉の水分が原液に出ていってしまうことです。塩分を入れることによってお肉がパサつきやすくなります。その代わり塩分を入れることによって味が染み込みやすくなります。この関係はトレードオフなので、自分でいい塩梅のものを探すと、おすすめですよ。今回僕が使うのは、豚の肩ロースなんですが、250g の豚の肩ロースに塩小さじ2杯ぐらいの塩分濃度が一番美味しいかなというふうに感じています。ちなみにこの塩分濃度だと舐めてもほとんどしょっぱみを感じません。蜂蜜の甘みもあまり感じませんね。それよりも生姜の辛さが効いているので、甘酒のような風味を感じます。はい、沸騰してきましたね。ではこの沸騰している原液の量がだいたい2分の1ぐらいになるまで煮詰めていきましょう。さて、いい感じに水分量がなくなってまいりました。この段階で火を止めてください。次に入れるのが加賀の棒茶ですね。金沢県のね、加賀のほうじ茶を使っていきます。はい、軽くかき混ぜていきます。なんで沸騰している時に、この茶葉を入れなかったかというと、沸騰している時に茶葉を入れると苦味が出てきてしまうからです。今回はですね、なるべく雑味を消して澄み切った透明感のあるうまさを引き出したいと思います。なので今回使うのは本当に生姜と塩と蜂蜜とこのほうじ茶の茶葉だけということになります。さてさて、すっかり冷めました。ほうじ茶のいい感じの色が出ていて、香りもね、香ばしいですね。ではこの原液を、ね、お肉のパックの中に入れていきましょう。あとはちゃんと原液にお肉が浸かるように真空にしていきます。浸水法って言って、バケツの中に水を浸して、その中にこのパックを入れると真空にすることができます。こんな感じですね。浸していくと浸水法が使えますので、やってみてください。うまいこと真空状態にできたら、これで 2,3 日冷蔵庫で寝かしていきましょう。おやすみなさい。じゃあね、皆さんこんにちは。漬け置きしていてから1日が経ちましたので、今回はもうこれを低温調理していきたいと思います。色を見てみましょう。あ、やべ、危ね危ね危ね、失礼しました。色を見ていきましょう。こんな色味になっています。ちょっと乳白色ですね。結構ね、あと豚肉のエキスとほうじ茶の原液のエキスが入り混じっているんじゃないかと思います。ではこれを低温調理にかけていきましょう。今回はですね、60度で6時間加熱したいと思います。低温調理のコツを言うと、必ず 54.5 度以上でやっていきます。なぜかというと、食中毒菌、例えば黄色ブドウ球菌とかっていうのは 54.5 度以上の温度だと耐えられないから、殺菌してくれるんですよね。ただ60度を超えてしまうと、タンパク質が凝固を始めてしまいます。凝固を始めてしまうと、ちょっとね、噛むと硬くなってしまうんですよ。
なのでできれば 54.5 度から60度の間で加熱をすると食中毒も起こさなくなるし柔らかく済みますよ。豚肉の場合は僕はいつも60度で6時間66って感じで覚えてみます。これだったら美味しいですよ。さて6時間が経過したので低温調理器を止めてお肉を取り出していきましょう。あーもうね今開けた瞬間ほうじ茶の香りがふんわーってしてきています。はい、こんな感じになっています。これはまあチャーシューとしても食べれますが皆さんご存知の通り味付けはただの塩と蜂蜜と生姜とほうじ茶だけ、本当に繊細で薄い味付けなのでこのね繊細な香りを邪魔しないように、他の付け合わせなども薄くすることをおすすめします。軽く切ってみるとこんな感じですね。ピンク色というか肌色になっていてコラーゲンプルプルです。うん、鼻からねほうじ茶の香りがめっちゃ抜けるんですけどその香りがすごくねなんか品がいい。あ、お茶ってこんなにお肉に合うんですね。お肉の柔らかさ自体は申し分ないです。まあどっちかって言ったら僕おすすめのはそうめんとかおそばに入れるのがいいんじゃないかなと思う。淡白な料理に合わせていったら必ず美味しいですね。で僕は残念ながら今動画を撮影する関係で一晩しかつけていませんが皆さんは3日とか4日とかつけていくともっと香りが移っていいんじゃないかなと思います。ちょっとね自分でも今切っててねにやけてますね。とても上品な香りの漂う豚の、なんだろうねなんかほうじ茶漬けができました。できました。今回の料理はこんな簡単になっています。スパニッシュオムレツと豚肉のほうじ茶マリネと茹でブロッコリーでございます。食べていきましょう。いただきます。あーうまっ。肉汁のジューシーさですっごくね食べ応えあるんですよ。で豚肉の脂の甘さと蜂蜜の甘さっていうのが相乗効果を生んでより深いコクを出しています。だからこそほうじ茶のさっぱりとしたやつがあっさりしすぎないですね。蜂蜜を入れたのは大正解です。また生姜っていうのもね結構スカッとするような飛び抜けるような香りがあるのでほうじ茶の風味と相性はいいんじゃないかと思います。これ本当に用意するものが少ないから誰でもできると思います。ぜひやってみてください。低温調理器を持ってる人は失敗知らずで済みますよ。じゃあ今回も見てくださってありがとうございました。また次の動画で会いましょう。バイバイ。今日の夕飯は、低温調理したローストビーフと、炒めたブロッコリーと芯ですね。で、タペちゃんにもたくさんあげていますので、やっほー、一緒に夕飯を食べましょうね。タペちゃんもたくさんご飯があります。では月曜日ご飯食べます。いただきます。おい出てきた。ブロッコリーの葉美味しいよな。元気なタペちゃんです。